フィギュアスケートのグランプリ GP シリーズ第一戦スケートアメリカは20日日本時間21日まで米テキサス州で行われた女子シングルで青木優奈 MF アカデミーは7位だった米記者は華麗なジャンプの虜にされたようだ動画理想的だなんて楽しい青木優奈が鮮やかドレスで華麗なジャンプを披露した実際の映像 ショートプログラムで赤いドレスをまとった青木。3回転ルッツ3回転ループのコンビネーションジャンプを練習中に披露。この日の本版では飛ばなかったものの、ピンクのドレスで演技したフリーでは鮮やかに着氷し、会場から歓声を浴びていた。これに注目したのが米国の名物フィギュア記者ジャッキー・ウォン氏。自身の X でユナ・青木の3回転ルッツ3回転ループのリズムは素晴らしい。 ルッツからループに移る際の飛ぶ動作が理想的な膝の動きだと絶賛。別の投稿では実際の動画を公開し、なんて楽しいコンビネーションだと伝えていた。22歳の青木は昨年の NHK 杯で GP シリーズデビュー。2022年の全日本選手権では7位に入った。今期の GP シリーズでも11月8日に開幕する NHK 杯に出場予定だ。